ストリートファイトエニウェアバリケードマットデスマッチ、時間無制限一本勝負。赤コーナーよりバッドボーイヒドン入場。デスマッチの中の男の中の男、バッドボーイ飛動、その手には守護神のラダーが握られています。そして今、地獄と呼ぶにふさわしい恐怖のリングへ足を踏み入れました。青コーナーよりザンディグ選手入場。ウルトラバイオレンスザンディグ、ついにこの男がバッドボーイ飛動と再び相まみえる日がやってまいりました。果たして日米どちらが本物のクレイジーなのか、デスマッチクレイジーなのか、今日この後楽園ホール、聖地後楽園ホールで雌雄を決します。はい、セミファイナルストリートファイト、日米命知らず決戦ですね。そうですね。赤コーナー237パウン、バッドボーイヒート。死ななければデスマッチに負けはないと豪語します。バッドボーイヒドー、自称コンバットゾーン出身ザンディグ。さあ、早くも試合が開始されました。このルールはストリートエニューアーバルケードデスマッチ。皆さん、これ考えるとですね、はい、この2人がこのボブワイヤードのボードだけで終わるわけないですよね。絶対何かどっかに隠してますよね。そうですよね、何か隠し玉のデスマッチアイテムがあるのは間違いないですね。何しろこのザンディグというのは初来日の時に、あの芝刈り機とでっかいホチキス持って、税関通ろうとして、引っかかった男ですからね。通れるわけがないですからね。芝刈り機を凶器に使うなんて信じられませんでしたからね。芝刈り機って芝刈るだけだったと思いますからね。芝刈るために作られたものです。そもそもね、そういう使い方で、はい、使われてるものですよね。あんな使い方したら間違いなく PL 法、PL 法に通りませんからね。なるほど。とにかくあれは本当にすごいインパクトがありますよね。大きいホチキスで人の頭を閉じる、はい、あるいは業務用のレジスターで人の頭を挟む、はい、ある意味革命でしたよね。革命でしたよ、もう流血しましたね。先ほどラダーに思いっきり打ち捨てられましたからね、ザンディグ。一発でやはりこのハードコアでね、自分の体を痛めつけてる男、もう額のこの生傷も下がる暇がないでしょうから、あそこまで強烈にラダーに打ち捨てられてしまっては、ザンディグもあっという間に流血の浮き目。そして早速使っていったのは、このバリケードボードを使っていったのは非道の方、しかし寸前で踏みとどまっておりますザンディグ。まあ、しかし平塚さん、心配なのがですね、この後楽園ホールの会場中が戦場となるというところ。2回もですね、はい、リング上で勝負をしている必要はこのルールではないということですよね。そういった意味ではね、非常に自由度の高いルールですよね。全くそうですね、フリーダムですね。そうです、はい。しかし、あの非道選手に関しましてはですね、はい、いいシングルマッチが続きますね。そうですね、前回はサブーですからね、その前は大谷選手ですからね、はい、ある意味裏エースですよね、はい、さあ、あーっと、まずは残留がこのバリケードジャーマンで投げられました。古田さん、何度かあの僕ご一緒させていただいて、あのお分かりだったらと思います。はい、ダメなんですよね。平塚さんはこのいわゆるデスマッチというものが全くダメでございますね。人にはね、得て増えてとかありますからね。そういう分かりますよ、本当に。まあ、でも私も初めて聞いた時にはね、あのトースポの記者がこういうものがダメなのかと思うと、ちょっと、いや、それはね、偏見ですよ。そうですかね、はい、あの前言われたくない
まあ、有観衆のハードコアと歌われている登場スポーツとしてはね、いや痛いもん痛い。あ、そうですね、あのガラスとかね。まあ、確かに平塚さんは、まあ、何度かリングサイドでもね お仕事ご一緒して、この非道選手のデスマッチは何度も見ましたけど、ほとんど見てないですからね。平塚さん見てるんですけど、うわーっとなっちゃうんですね、ほら。いやでも多分平塚さん、これ序の口ですよ。そうですね、なんかありますね、まだね、多分ね。そしてこの有刺鉄線がザンディングの髪の毛に絡みついております。あー、よく見たシーンですよね、はい。平塚さん、こうやってる間にもこう両手でね、両目を覆い隠して、その指と指の間からちょっとかろうじて見てるような感じですもんね、今。そうですよ、はい。思わず男子風呂に紛れ込んでしまった女性のようなリアクションで、はい、はい、いやまあでも非道にしてみれば、もちろんあの大谷選手といい、サブー選手といい、まあビッグネームとのね、はい、シングルマッチが実現しておりますが、ちょっとザンデグ、このザンデグとはね、ちょっと一味も二味も違う、違いますね、大谷選手の場合は自分の土俵に相手を強引に引きずり込んで、成立させますよね、はい。まあ、サブーは、まあ、ECW スタイルという絆があったじゃないですか、同じ土俵ですね、これは本当に憎しみ合ってますからね、同じ概念を持ちながら憎しみ合ってるですよね、最も手に負えないですよね、はい。まあ、このザンデグ188センチ116キロ、自称コンバットゾーン出身、ウルトラバイオレンスと様々な通り名がついております、はい。まあ、平成12年4月にあの大日本プロレスに初来日して、もう CGW ブームをね、一気に巻き起こしました、はい。来日早々会社に来ましたね、あ、そうですか。嫌な話でした、怖くてね、怖いですよね、あんなもバチバチバチ怖いですよね、はい。まあ、あと、まあ、今日は欠場しておりますが、金村金太郎いわく、まあ、アパッチプロレス軍 USA 支部長、適任ですね、じゃあ残留がアメリカでアパッチプロレス USA 結成した場合、どんなメンツが集まるのかっていうのもね、楽しみですよ ね、まあ、当然 CGW のメンツからサブーまで、旧 ECW の連中とかね、組んだら来るでしょうね。いやですね、メジャー、まあ、対メジャーという概念においてしてみれば、はい、心強いですね。心強いし、メジャーの人間はこんな連中相手にしたくないですよね。絶対最前線とか行きたくないですよね、はい。だからもうそういう時はやめますよ。さあ、今南側のこのひな壇席で軌道とザンディングがやり合っております。これはエニウェアルールですので、どこで戦ってもいいし、どこでも決着がつきますが、平塚さん、はい、我々のところには来ないでほしいですね。お願いだから来ないでほしい。2回来ましたね。まあ、我々にとこ来たらニラさんを捧げますね。そうですね、捧げない人、人見悟空みたいに、もうやめてください本当に。どうぞニラさんをやめてください本当に。ハードコアアイテムとして使ってくださいと。はい、わかりましたね。行こうさ、もういつだって行きますよ。本家か本家か、頼りにしてますよニラさん、はい。レスラーが一般人守ってくださいね。あ、レスラーなんですか。そりゃそうですよ。さあ、あ、2回です、2回です、2回バルコニー、なんと、あ、危ない危ない危ない、これは一撃 KO です。こんなことされたら落下地点危険です、お下がりなさい、落下地点大変危険です、お下がりなさい。いや、リンモーナも落下地点危険ですとか言ってますけど、何を言ってるんです。落ちたら死にますよ、今度は逆にザンディングが、お下がりください、落下地点お下がりください、落下地点お下がりくださいと。お客さんはこの異常事態、この非日常的な空間に常に魅了されているのか、落とせコールまで起こりました。非人道的なね、言葉を、やはりデスマッチは人をね、そのおかしくしますからね。さあ、この2階バルコニーでは非道がザンディグを一方的に追い込むようになりました、はい、追い込んでいきました。攻守逆転でございますよね、今度は逆に、ヤニラさん、いくらこのリングに上がるまでにね、チケットを吐くような鍛え方をしたレスラーでも、これ5メートル以上ありますよね、はい。落ちたら ただじゃ済まないですよね。そうですね、バンプなんて取ったって意味ないですね。ないですね、下あの階段ですからね、ひな壇ですから。それ隠れて昔最初にここから落ちたのが松永選手なんですけどね、落ちた時はたまげましたよね。たまげたというか、
事故が起きたと思いましたね、私は。これでいいのかとやっぱりね、思いましたもん、本当に。もうあれから10年近く経ってましたね。いまだにこのバルコニーの、ね、攻防っていうものが、はい、見れるって、バルコニーという概念を作り出した松永光弘は本当にすごいですよ。すごいですね、はい、そして、まあ、ファンの間でもそれが脈々と受け継がれて、やはりこのバルコニーでの戦いっていうのは盛り上がる要因になってますよね。そうですね。さあ、そして再び南側から戻ってまいりました。それまでね、バルコニーといえば松戸聖子の歌に出てくるも爽やかなものとして、そうですね、あれからはなんかいまいましいものですね、まあ、バルコニーと聞いて何を思い出しますかという質問をすれば、プロレスファンか否かというのが分かりますね。いやでもやはりここは冬木軍プロモーションのリング、ファンからは非道への声援が集中しております。あ、やはりエニエウェアルール、あのような状態でもフォールがカウントされます。さあ、なんか出すんでしょうね。危ない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 、お下がりください、お下がりください。今度は普段の下が、はい、北側で場外で今度はおお、何か先ほどのジャーマンについてプロレスの差がやっと出たという感じですね。ブレインバスター、場外でのブレインバスター、今、はい、あ、プロレスも知らなかったんだみたいな、まあ、デスマッチとはいえでもね、このようなプロレス技が本当の意味で狂気もなり得ますからね、さあリング上戻ってまいりました。そして改めてリング上で片指固め、やはりデスマッチに身を染めた者としても、その血の奥底に流れるのはプロレスラーとしての血、やはり決着はこのリング上でつけたいとそう思っているのでしょうか、このザンディグ。試合時間10分経過、10分経過、いや早くも10分、10分で双方血まみれ。さあバリケードのない対角線に振ってクローズラインを見せていきます。昨日ちょっとブロッキーですね、ちょっとスタミナロスしましたね。あっと急所打ちです。ちょっと身長差ではそんなに差はないんですが、体重差があるので、ね、ザンディグをコントロールするのはそれだけでスタミナをロスしますからね。ラダーを躊躇なく投げつけていきました。まあ、やはり非道としてはこのハードコアアイテム、デスマッチアイテムを有効に使っていくことが勝利の近道。そうですね、これをボードとどう組み合わせるか、ね、はい、まあ、あとデスマッチ王を名乗るからにはやはりそのデスマッチらしい勝ち方というものも ね、 そうですね、求められてきますから。そうですね、皆さんはこういうデスマッチってやられたことあります？ですね、金村さんと一回有刺鉄線バットを用いたような試合をやったことありますね。先ほどのジャーマンで背中が傷だらけになり、今度は正面からのドロップキック、ボードを挟んだドロップキックで今度は体の前面、胸から腹のあたりに擦過傷を負いましたザンディグ。サンドイッチですかね、今度は。さあ続いては何を狙うんでしょうかね。ラダーを持ち出しました。ラダーを持ち出しました、ね、皆さんこのデスマッチっていうのは、まあ、もちろんこの究極までに体を痛めつける行為なんですけども、デスマッチを使う頭というものも必要になってきますよね、相手の。そうですね、でも、まあ、残念ながら自分にはそういった頭はないですね。ないですか。はい、そうですね。でもデスマッチを何回かやればニラさん、アイディアマンのニラさんのことですから。新デスマッチ王として、ああそうですか、ね、でもね、これちょプレイヤー側の意見というか経験なんですけれども、いつもねリングの上に上がってアドレナリンがビンビン出てるんですよ。まあそうでしょうね。ただですね、有刺鉄線バットで1回殴られてください、試合中そのアドレナリンがスーッと出てくるのが分かるんですよ。現実に引き戻されます、はい、まあ、よく、まあ、アドレナリンが高ぶったり、はい、そういう興奮状態になると、はい、痛みとかを感じにくくなるというじゃないですか。そうです、そうです、だから自分戦えるっていうところがあるんですけれども、でも有刺鉄線バットはそのアドレナリンをも凌駕すると。そうです、あ、刺さったって思いますよ。痛いってなっちゃう。そうです、選手から離れてください。いや、それはそうですよ、はい、だってそもそも平塚さん、はい、有刺鉄線なんてプロレスに使うもんじゃなかったんですか。ありませんね、スポーツとは最も遠いところにあるものですね、そうですよ。それを使った相手を痛めつけよう、そしてバットに巻いて殴る、はい、正気の沙汰じゃありません。ありませんね、
なんか持ち直しましたね、このおじさん。そうですね、嫌ですね、何かこんな血まみれでなければビールの好きそうなただのおっさんなんですけどね、怖いですね本当ね。ウルトラバイオレンスですからね、手に負えません。さあ先ほど自分の体に突き刺さったこの有刺鉄線ボードを再び持ってきました。おそらくこのザンディクの背中の肉片がまだこの有刺鉄線の先には残ってるでしょう。フレッシュな、しかももう一枚がまだ割れてないんで、これをどう使うか、はい、あっとブレンバスタースラム。さあそしてカウントダッシュ返せるか、恐ろしい男です、はい、ああもう絡まっちゃってほしいね、ダフだよ、バットボーイはタフだよ本当に。いやでもタフですけどもね、タフにも限度があります。そうですね、でもそれ以上にザンディグは非道に痛めつけられてるはずなんですけども、はい、まだこれだけできるっていうのはやはりこの男バケモンですよ。しかも素肌ですから、ね、取られてるかもしれませんよ。あーっと、はい、このねデスマあの有刺鉄線とか使ったのに突然来るこういうラリアットとかの技には気をつけないといけないですね、はい、さあデスマッチキング、日本はのみならず世界でもそのキングの座を必ず手に入れると宣言しておりますこのバッドボーイ非道。ザンディグとの決着戦は何とかして制したい。まあ、最近この非道マイホームを購入したらしくてローンが、あるんで それがまたデスマッチに対する、モチベーションになっていると言いますか ねそのモチベーションの高さがこのザンディグ戦で問われます、まあ、でも平塚さん、もしそのマイホーム、非道さんの、ね、マイホームが全部ローン返済できたとしたら、おそらく日本いや世界でただ一人デスマッチで家を建てた男ということになるんでしょうかね。多分体の傷は2000針ぐらいになってるかもしれないですね。ギネスに、ね、デスマッチで家を建てたところ、あ、いいですねそれね、これは結構いやこれ、いやまたこれ有刺鉄線とは違う痛みがね、冷たいんですよ、冷たい、角張ってるからそのまま背骨とかにね響くんですよね。あ、持ち出しましたね。これ今しかもこっちを失ってたんで一応これフォール方式を取ってるじゃないですか、はい、このあとまたどっかデスマッチアイテムの上でカウントを取られるような方があればキックアウトするね、そのバネも失うことになりますからね、さあダンディグは、リング上にですね一層投げ込みましたね、はい、4脚ほどですね、4脚ですね、はい、これ使って何をしようというんでしょうかね、寝かせるつもりですかね、死刑台みたいなものですね、まあ、自ら作っていく13階段、はい、階段には9個足りませんが4つの椅子を持ち出しました。肘だ、うん、いやでもちょっとこれバッドボーイヒド風前の灯火ですね。さあこれで有刺鉄線ベッドを作って、寝心地悪そうですよこれ、リングの上に箱庭ができたみたいな、はい、まあこれでヒドを突き刺すことによって世にもおぞましいオブジェの完成となるのでしょうか、しかもパワーですからね、さあヒド大ピンチ、これをなんとかしたい、おさあそしてカウントが進む、軌道が2で返す、しかしその前にね有刺鉄線が飛んじゃいましたね、客席に有刺鉄線が飛んできました、それが心配なんですよね、怪我がなければいいんですが、はい、お客さんに無鉄砲のお客さん多いんでここ、まあ、痛くも痒くもないかもしれない、リングサイドに陣取ってるお客さんなら額に巻くぐらいのことはするかもしれ、するかもしれませんからね、おっとなんか出してますね、嫌な予感がしますね、画鋲ですか、いや私もそれを言いたくはなかったので、レモンですか、画鋲だ、一足早いザンディグからのクリスマスプレゼント、ザンディグというサンタの袋には画鋲が入っていた、お下がりください、そしてこの西側の方の車席のところでしょうか、逃げてるお客さんもいるんですけどね、この2人を追いかけてるお客さんもいるんですよ、危ないですから本当に近づかないで置いた方がいいですね、これやはり、まあ、プロレスを見てるとねお客さんも興奮して、はい、ついつい自分の危険、身の危険も顧みずね、はい、
てしまうところがあるんですが、これは決して近寄ってはいけません。はい、この色付きの画鋲がまたなんか嫌ですね。マーブルチモかと思ったけど、違いますね。これ多分待ってるよりきついですよ、下。やばいです、やばいです。いや、残念、それだけはやめてくれ。ヒドウが死んでしまう。軌道の背中にも刺さってるということですかね。なぜ彼らはここまで体を張れるのか。大変気に刺さってください。テンション上がってください。言葉が出ません。しかしこれ、まあ、ザンディングにとっては地獄でしょうけども、軌道にとってはもうこれ一気に逆転のチャンスですね。刺さってる、刺さってる。塚さんの目がすでにもう涙目になっております。皆さん、画鋲はさすがにないですよね。画鋲はでも足の裏で踏んづけたりとかないですね。さあ、そして、画鋲さんだと思うですね。そうですね。そして一層山盛り、山盛りも何個にして、しかもその上に画鋲がパラパラって。あれ、あ、先ほどは未遂に終わった。あ、すごい。さあ、そして追いかけるここでカウント3。ザンディングが一瞬の勝利の隙を見逃さなかった。これ、ヒドウ油断しましたね。いや、本当に油断という段階じゃないですね、これは。嫌になった方が負けですよね。そして、万来の GG ダブルホールですよ。やはりまだ、あららら、触ったんですよ。やはり皆さん、はい、まだこのプロレスファンはウルトラバイオレンスを求めてるということなんですね。これがいいことなのか悪いことなのか、はい、私には分かりませんけれども。いや、でもこうやって冬木軍プロモーションにザンディグが今上がってるじゃないですか、はい、もしかすると皆さんもこれに巻き込まれる可能性はないんですか。悪い冗談ですよ、それ本当に。その時はそれに話してやめさせていただきますけど、でもいつかザンディグが、はい、皆さんの100万勝負を俺もやらせろって言ったらどうします。それはもう本当に、いや、それはもう実家に帰りますよ。いや、男を挙げるチャンス、帰っちゃダメですよ。同じ人でね、おい、やりたくないもんだ、やりたくないじゃん。まあ、切れる気持ちも分かります、はい、こんなものを見てしまってはね。ありがとうございました。ダルリグ、俺、さっきまでお前のこと嫌いやったんやけど、クリスマス前に恋人を見つけたわ。サンキュー。みんなも見ての通り、俺の体は五体満足やから、俺からもこういったもっともっととデンジャラスな試合を見せていくぞ。サンキュー、サンキュー。ちょっと、さあ、何か2人にしか分からない状態で、はい、You want? I want! You want? Zending Hino vs. Ozani and Tanaka! 今聞きましたか。 You people want! I want! For my awards! Ozani Tanaka! Zending Hino! Please! You may! 大谷田中の名前がなんとエンブレム対ザンディグ軌道組という、そ
そしてしかも8名を要求しましたね、NWA インターコンチネンタルチャンなんですかね、タックのデスマッチルールでやれと、伊藤プロデューサーに間違いしろと言っています、これまず間違いないですね、実現は、実現したらえらいことになります。しかしエンブレムが飲むかどうかでしょうね。The Apache Wrestling Army, new up and coming guys like myself, Hito, we're gonna make the Apache Army the kind of warriors that we are. いつでもかかってこいよ、Ohtani, Tanaka, barbed wire boards, hardcore style, falls count anywhere. It doesn't matter. You make the match. Me and Hito is in. All right, on brothers. ABC OK やこの野郎。Go, friend. Next time. Yeah.ちゃんとあの写真撮りました、白いブリーフの。あいつも言っとけど、ブリーフブラザーズやからな。分かったか、白い天使は万国共通じゃ。